ただいまよりネット爆弾を始めさせていただきます。司会を務めますブリタニーです。よろしくお願いいたします。本日の話はネット爆弾高田紀一編集長と日本維新の会放送政治連盟聴導員大学総裁にお願いいたします。本日のテーマは3つです。1つ目、アメリカネバダ州の土地収用問題で集結した武装民兵について、2つ目、原発再稼働、残業代ゼロほか、進撃の安倍政権について、そして3つ目、見過ごされる殺人事件についてです。それではまず1つ目のテーマ、アメリカネバダ州の土地収用問題で集結した武装民兵についてお願いいたします。はい。この事件、あまり日本ではまだ報道されていないみたいですね。どういう事件かと言いますと、このネバダ州の牧場経営者の、使ってた国有地を、アメリカ政府が収用して、で、中国企業なんかも関係する太陽光発電をしようと、そういう計画で、要するに牧場主が今まで使ってたところをこう使えなくしようというので、したところ、その武装民兵ですね、が5000人ぐらい集まってきたと。そういう話なんですね。で、この武装民兵っていう人たちなんですけど、これは民兵って言いますけど、実際はその政府や、とか州政府とは関係ない人たちなんですね。自主的に武装してるというだけであって。ですから、正式な組織ではないわけですね。ボランティアっていうんですかね。あるいは、ですから、思想的には、かなり幅があるんですね、この人たちは。比較的穏健な、要するに在郷軍人会が、武器持ってるだけ、あるいはちょっとそういう、ゲームでこう、戦争ごっこするのが好きな人、その程度の人も、かなり多いんですけど、中には極端な思想を持った方たちも多いあるわけです。カルトだとか、キリスト教の中でもこう特に過激な考え方、原理主義者ですね。もちろん、クークラックスクランのような、人種主義を、標榜する人もいるわけですね。昔、ブランチ・デビアンですかね。カルト教団が、立てこもったところを、アメリカの、警察ですかね。州政府か連邦軍か、ちょっと忘れましたけど、やって、要するに、中にいた人たちが、自殺というか、かなり死んだと。で、その報復として、そのオクラホマの、連邦ビルが爆破された事件があったわけですね。ちょうどオウム事件の、すぐ同じ時期だったと思うんですが、この武装民兵はかなり怖い人たちね。ある意味、在特会みたいな人が武器を持ってるというような感じと考えれば、割と分かりやすいんじゃないかと。だから、日本で言えば、例えばソフトバンクですかね、孫正義さんの、が、民主党政権と太陽光発電をしようというんで、日本の農民の土地をこう使おうとしたところ、それに反対する人たち、在特会みたいな人が武器を持って集まってきたと、そんな感じなんですよね。で、保守運動で、ティーパーティー運動っていう、これは割と保守の中でも比較的、合法的な方たちの運動ですね。あと、ウォール街を占拠する。これはどちらかというとリベラル派ですね。左翼と言ってもいいんですけど、そういう運動もあるわけです。こういう運動が起きるっていうのは、要するに社会に矛盾があるわけですね。その格差社会だとか、その大企業が税金を納めずに済むと。もちろん移民の問題だとか、そういう、あるいは何ですか、アメリカの中で民主党支持者と共和党支持者ははっきりと色分けされて、ある種の分裂した状態になりつつあるんじゃないか。オバマ政権というのは、もともとそういう分裂をこう解消することを、主張してたわけなんですけど、結局、なかなかうまくいってないみたいなんですね。
これまあ、今後の状況によっては非常に、まあ、こじれて、まあ、大変な問題になる可能性もないとは言えない問題ですね。ですから、まあ、アメリカのなんですかね、ある種の矛盾が現れた事件だと言えるんじゃないかと思います。以上です。ありがとうございます。この問題について総裁の意見をお願いいたします。今の土地の収容に5000人もの州兵が、ボイコットしたというのは、やはり今聞いた内容からすればですね、いわゆるソーラーエネルギーをそこにおいて、開発するという、まあ、そうなれば自然エネルギーを作ることをされて困るのはアメリカの石油産業ではないかと。石油産業はそういうものを潰すのにいろんな工作をする、そういう一環も考えていることではないだろうかと、こう思います。ありがとうございます。続いてのテーマです。原発再稼働、残業代ゼロほか、進撃の安倍政権についてお願いいたします。はい、まあ、進撃のっていうのは、まあ、要するに、まあ、アニメでそういうのが、まあ、流行ってるというんで、まあ、それでつけた、まあ、暴走するというほどの表現はちょっとオーバーだと思ったんですけど、まあ、要するに、まあ、安倍政権が本気を出してきたというとでも言うんですかね、まあ、要するになかなか国民からかなり反発の多いことを、まあ、やろうとしているわけですね。ね、ただそれが安倍さんの強さの表れならまだ分かるんですけど、実際彼の場合はむしろ周りの意見に引きずられてしまって、まあ結局そういう形になるんじゃないかと、まあ私はそういうふうに見てるんですが、例えば原発の再稼働、まあこれなんか田原総一郎さんが、まあ週刊朝日ですかね、まあ先だって限ってましたけど、要するに自民党の、まあ、例えば40年でゼロにしますというんだって、まあもともと、これも一種の原発をやめますという話なんですね。まあ常識というか、まあ現実的に考えてこれから新しい原発作りますなんてことは不可能だし、まあ無理にやろうとしたらそれこそね、まあ、成田闘争、さっきのアメリカのネバダ州みたいなものに、もう反対がわっと押し寄せてきて、まあ、しっちゃかめっちゃかで、ね、国費から言えば、火力発電のがはるかに安くつく、まあ、そんな結果になりそうなんですけど、まあ、新しく建設しますなんていうことは、実際のところ、日本国内で今は無理なんですね。これは、じゃあ原発やめますとは言えないわけなんです。それはなぜかというと、まず外国にその原発を輸出しようとしている、まあ企業があるわけですね。まあトルコなんかそうでしょうけど、まあトルコに輸出したいと。で、その場合、日本国内ではもう原発やめますと言いながら、外国には輸出しますじゃ筋が通らないと。もう一つは、現在、建設中の原発があるわけですね。事実上かなりと、例えば、安倍さんの、まあ、地元、山口県にも、上関原子力発電所というのは、まあ、作りかけなんですね、これ。で、こういう大体原発を作るときには、もうあらかじめ政治家のところにいっぱいお金が入ってくるわけなんですよ。そういうブローカーから。とすると、まあ、原発やめますなんて言って、建設中止というわけにはいかないわけですね。そんなことしたら、渡辺芳美さんみたいに、支援者からお前に金渡したのに全然やってくれないじゃないかと、マスコミに、まあ、出されたりしかねないですからね。だから形の上では、まあ、続けますと言わざるを得ないわけですね。だから実際に続けるかどうかっていうのはまた別問題になってきて。結局その今の状態だと利権は残るけれども、じゃあ電気は生み出さないような状態が続くと思うんですね。これはものすごい税金の無駄遣いだと思うんですね。だから私も前に言った、まあ40年と言わず30年ぐらいでも
古い原発は片っ端からも廃炉にしちゃって、ね、まあ、かろうじて比較的安全で新しいのだけ、まあ、動かすんだったら動かしても、まあ、政府の責任で、ね、絶対安全だというんだったら政府が全責任を負って、まあ、動かすしかないと思うんですね。今の状態だと結局利権だけは残るけれども、で利権のために税金だけは使われるけど、まあ、国のお金だけは使われるけれども、電気は生まないというような状態が続くんじゃないかと思いますね。で、その残業代ゼロという、まあ、これは先日ですかね、これも何ですかね、安倍さんがまあ議長をやっている、ところですね。で、まあ、審議会って言うんですね。政府の産業協力競争力会議、議長安倍晋三首相は、労働時間にかかる賃金が一定になる働き方を一般社員に広げることを検討すると。まあ、仕事の成果などで、まあ、賃金が決まる一方、法律で定める労働時間より、働いても残業代ゼロになったり長時間労働の温床になったりする恐れがあると。で、まあ、要するにその、残業しても、まあ、残業代が、出ない社員を作りましょうと。まあ、これはブラック企業ではすでにやってることですね。それを、まあ、政府が正式に、まあ、国の方針としてやりましょうということを。じゃないかと、まあそういうふうに疑われても仕方がない話なんですね。まあ名目だけの管理職にして、残業代は出さないと、まあそういうことですね。だからこれも要するに本来 大企業だとか、まあね、タックスヘイブンだとか使って税金を納めないのを見直さなければいけないのに、じゃあ、逆にこの国民の、要するに一般の市民の方に、労働者の方に、まあ、負担をさせようということだと、まあ、そういうふうに疑われても仕方がないんじゃないかと。まあ、これなんかは、要するに、その、天下りを禁止するとか、その、大企業からもっと税金を取るとかっていうのは、抵抗が大きいわけですね。比較的、その、安倍さんの周りから抵抗が少ない。のをやると、それこそ国民の負担ばかりがこう増えるということなんですね。まあ、安倍さんというのは、まあ、まあ、周りのお友達は大切にする人だと言われてますから、要するに、まあ、本人はそれほど悪気があってやってるわけじゃないんですけど、まあ、国民から見れば、要するに金持ちだとかね、ブラック企業ばっかり優遇することになるんじゃないかと、まあ、そういうふうに思われると仕方がないんじゃないかと思います。以上です。ありがとうございます。この問題について総裁の意見をお願いいたします。原発の再稼働という問題については、私は、まあ、前から言っているように、限定期間10年なら10年というものを決めてです、そして今54基が操業停止というのは国際収支の悪化を招く。輸入が増えて輸出が減る。これによって、貿易収支が赤字に、まあ、20兆以上の赤字になっているわけです。どうしても石油と石炭とガスの輸入を減らし、貿易収支の改善を図るためには、一つの期間を設けて原発は回さなければいけない。しかし、その後、10年後には、その発電所で、危険のないトリウム発電に変えるべきである。その原発施設をそのまま改良すれば使えるトリウム発電がですね、日本の将来を安定化する一つの最善の方法になるであろうと、こう思っています。ありがとうございます。最後のテーマです。見過ごされる殺人事件についてお願いいたします。はい、まあ、日本の警察のね
検挙率ですね、まあ、特に殺人だとかの重罪犯罪の、まあ、検挙率が非常に高いと、まあその警察の優秀さを表す指標としてよく出てくるんですけど、ただこれ実際のところどうなんですかね。つまり自殺だとか、まあ、自然死だと思われてても、まあ、実際他殺の場合っていうのは結構あると、まあ、その有名な検視官かな、上野正彦さんだったんじゃないかな、まあ自殺のかなりは本当は他殺なんだと、まあ、そういうことを言っておられる方もいるわけですね。で、まあ、自然死、要するに、検視というのは、まあ、警察の意向に沿って行われることが非常に多いわけですね、日本の場合。ですから、警察はまあ最初からこれ自殺とかあれ自然死ですというふうに報告せば、まあ検視官がそれを否定することはほとんどないわけなんですね。まあ、以前に文殊のまあ中間管理職で、まあ自殺、そのナトリウム漏れ事故の時、96年、まあ、事故は95年の12月だったんですけど、まあ、翌96年1月に、まあ、ビルから飛び降り自殺したと報道された、西村さんという方の話を しましたけど、まあ、これなんか、ビルから飛び降りたら、ね、頭の骨が折れたり、まあ、足の骨が折れたり、まあ、相当その遺体にダメージあるわけなんですけど、擦過傷やとか打撲傷はあっても、その骨が折れたとかそういうことはないわけなんですね、その彼の遺体には。にもかかわらず、報道では、まあ頭の骨が折れてたというふうに報道されているわけですね。ですから、まあ、なんていうか、警察が、まあ、そのリークした情報というのは、必ずしも正しいとは限らないわけですね。実際と違う場合が多いわけなんです。先日、片山、これは殺人事件じゃないですけど、片山雄介さんっていう遠隔操作、プログラムの事件の、まあ、被告の裁判を 見に行ったんですけど、なんか当初報道されてたのがかなり違うわけですね。雲取山から USB メモリが見つかったという、まあ、これは片山さんが埋めたんだろう、まあ、ということになってるんですけど、これなんか1月1日に捜索した時にはなかったわけですね。で、5月16日に、まあ、行ったら、まあ、三角点って山の頂上にある、これの周りが全部土がえぐられてたっていうんですね。で、じゃあ、その土がむき出しになったところの、こう、三角点の真下ですね、台座の下、ところを、まあ、4回ぐらい、まあ、スコップというか、まあ、クワですね、ジョレンテで掘ったら、まあ、出てきたんだと。まあ、そういうことを警察官が、まあ、証人のだって言ってるわけなんですけど、まあ、1月1日に行った時には、まあ、そんな土がえぐられてたわけじゃないんですね。だからこれ、おそらくその、まあ、そこに、まあ、犯人のメールから、USB が埋められてるということが、まあ、まあ、世間に広まってましたから、まあ、その、まあ、観光団から行った人が、まあ、まあ面白半分、まあ警察がまあ報奨金で300万円こう出すとかって言ってましたから、まあ USB 見つけようとして、その周り掘ったんじゃないかと。で、その後に警察が行って、まあもうむき出しになってる、その台座がむき出しになってるようなところから、うん、USB が出てきたんだと、まあそういう話になってるわけですね。あと、そのルーシー・ブラックマンさん事件、これも昔、まあ、小原ジョージっていう、まあ、が犯人として、まあ、現在服役してるんですけど、これも、彼一人の犯行ではないんですね、あれ。この時も、その、逮捕された後から死体が発見されてるわけですね。で、逮捕直後にも一度、発見された場所を洞窟は探してるわけなんですよ、警察は。ところが、そこからは出てこなかったんですね。で、逮捕された、10月の翌年の2月ぐらいに、まあ、死体が出てきたと。その死体と一緒に、まあ1週間ぐらい前の新聞も出てきたと。だから誰か他の人物がこう
埋めたんじゃないか、そういう想像が当然成り立つわけなんですけど、というか実際裁判の中でもそういう、その小原の前に勝田悟という男がいて、まあ小原の話だと、まあ気分が悪くなったルーシーさんを勝田が連れ出したんだと。で勝田がお世話してた、まあ、ヤクザ、水野さんという渋谷の方のヤクザなんですが、まあ、これも証人として出てきて、いや勝田から電話でルーシーさんが燃えてると、なんかそういうなんか、まあ、勝田っていうのはかなりシャブ中っていうんですかね、薬物中毒だったんで、まあそういう証言も出てきてるわけですね。ほら裁判では小原の単独犯行、まあ警察や検察の筋書き通りの判決が出てるわけですね。だから他にもそういう事件というのはいっぱいあるんじゃないかと思いますね。ですから見かけ上のその、日本の警察のまあ検挙率がかなりその割り引いて考えないといけないんじゃないかと、そのように思います。ありがとうございます。この問題について総裁の意見をお願いいたします。まあ、確かに以前の殺人検挙率は高いと。しかしその高い中にはですね、身代わりで出頭すると、まあ、ヤクザの殺人に絡んではヤクザ同士の殺人の場合はおいお前行ってこいと言って、一番若い者が身代わりで出頭し懲役15年とか勤めるわけだから、警察もお前とこから一人呼んだら出せと、犯人を出してくれと、まあ、いわゆる裏取引談合によって、検挙した形を取る。それ実行犯の本当の実行犯は逮捕を免れるというケースはもう数え切れないほどあるわけで、だから検挙率も高ければ有罪率も高いと。最近はそういうものがまあほとんどなくなってですね、裏の取引がなくなったり、そういうことで非常に迷宮入り事件が多いと。だから自殺にして処理してしまえば警察も楽だと、捜査する必要がなくなると、まあ、こういうことでですね、自殺が非常に増えているじゃないか、病死自殺が。だから神奈川県の八本のパチンコ屋の親父が殺されてたと思われるような死に方をしているけれども、死体が10日間もう発見されなくて、それで腐った頃に発見して自殺したということで終わらせちゃうという、まあ、そういう計画的な完全犯罪も、まあ、たくさん見られるし、いろんな意味で以前とは変わってきたことは事実です。ありがとうございます。本日のネット爆弾はこれで終了させていただきます。ありがとうございました。